クレアチンリン酸はリン酸化されたクレアチンで骨格筋にとって重要なエネルギー貯蔵物質である。ATP からの無酸素的な ATP の生成に使われ2秒から7秒程度の反応時間でクレアチンキナーゼによってリン酸元が外されクレアチンに戻る。この反応は過逆で ATP 濃度の調整にも役立っている。クレアチンリン酸は 脳や筋肉など多くのエネルギーを消費する組織で重要な役割を果たしている。クレアチンは主に人と肝臓の共同作業で合成され、血流に乗って筋細胞や脳に運ばれ、細胞内に取り込まれた後リン酸化されて、クレアチンリン酸になる。クレアチンリン酸はユダヤ人の生科学者であるデビッド・ナクマンソンによって発見された。シュラートナー、ユー。 トーカルスカ・シュラートナー、M ・ワライマン、T ・ミトコンドリアル・クレアチンキナー・ゼイン、ヒューマン・ヘルス・アンド・ディジーズ、バイオ・ケミカイ・バイオ・フィジカ・アクタ、27。ありがとうございます。